村上春樹さんは引っ越しを繰り返していたことで知られています。僕はこれまで長い間引っ越しマニアみたいな放浪非定着の人生を送ってきたので、特に望んでやっていたわけでもないのだが、他の人に比べて場所の移動というものがあまり気にならない体になってしまったみたいだ。考えてみれば、これまでに僕が書いた長編小説はそれぞれ全部違う場所で執筆された。そんな村上春樹さんの理想の地はどのようなところなのでしょう。読者から質問がありました。村上さんはどんなお家で暮らしてみたいですか。僕は海の近くで育ったので海のそばが良いです。背後に山があるとなおいいです。音楽を聴きながら仕事をするので大きな仕事場がいいです。天井が高くて窓から海が見えるといいですね。机はやたら横に長いものが好きです。ちょっと横になれるカウチがあるといい。大きな絵も壁にかけたい。そして村上春樹さんは最終的に大磯に定住しました。僕が大磯を好む理由は、1、僕が育った昔の阪神館に雰囲気が似ていて懐かしい。2、人口が少なく町の規模として手頃である。緑が美しい。3、夏になっても鎌倉や逗子や葉山のようには混まない。4、東京からの車のアクセスが大変便利。混んだ時間を避ければ1時間以内で着きます。5、魚がとても美味しい。6、伊豆や箱根が近くてすぐに遊びに行ける。7、ジョギングコースに恵まれている。夏は海で泳げる。サーフィンもできる。故郷である神戸の雰囲気に近いことが理由の一つのようですね。一つ言えるのは、自分が育った環境に似た環境が結局は割に肌に合うみたいだということです。僕は山と海に挟まれた阪神間に育ったので、それに似た地形の神奈川県の小さな町に家を持っています。東京のオフィス兼アパートメントとの間を行き来していますが、家に帰るとやはりなんかホッとするんですよね。村上春樹さんは故郷の神戸について次のように書いています。当時の阪神館はもちろん今でもそうなのかもしれないけれど、少年期から青年期を送るにはなかなか気持ちの良い場所だった。静かでのんびりとしていて、どことなく自由な雰囲気があり、海や山といった自然にも恵まれ、すぐ近くに大きな都会もあった。特に芦屋の海が気に入っていたようです。夏の夕暮れには犬を連れて浜辺を散歩し、砂浜に寝転んで考え事をしていました。高校時代にはガールフレンドと海岸を歩きながらいろんな話をしました。将来のこととか読んだ本の話とか。僕にとってはいつもどこかで生活と海とが結びついていました。そういう記憶は今でもずっと僕の中にあります。しかし青春時代を過ごした海は埋め立てられてしまいました。海が埋め立てられて芦屋や宿川のあたりから自然な海岸が消えてしまってとても寂しいです。まるで違った町になってしまったみたいに思えます。個人的な感傷に過ぎないのかもしれませんが、別の場所では次のようにも書いています。僕はやっぱり海を埋め立ててしまったということで、どうしても許せない部分があるんです。許せないというか、どうしても納得できないというか、そんなことをする必要があったんだろうかと今でも疑問に思っています。自分の育ってきた土地が無理やりに形を変えられてしまうというのは結構悲しいことです。この故郷の変貌については羊をめぐる冒険の中にも描かれており、こちらの動画で詳しく紹介しています。いかがでしたでしょうか。村上春樹さんは大磯に失われた故郷の原風景を見ているようですね。